ベンジャミン・アンソニー・コズロースキーは、アメリカ合衆国フロリダ州セント・ピーターズバーグ、出身の元プロ野球選手。1998年、ボストン・レッドソックスからドラフト26巡目で、指名されるが契約せず、翌1999年にアトランタ・ブレーブスから、ドラフト12巡目で指名され契約。2002年4月にテキサス・レンジャーズに移籍し、 同年9月19日のシアトルマリナーズ戦で先発しメジャーデビュー。9月28日のオークランドアスレチックス戦で2度目の先発。いずれも勝利投手の権利を持って降板したが、リリーフ投手が打たれメジャーでの勝利を逃している。メジャー登板はこの2試合に終わり、その後はレッツ、ドジャースなどのマイナーで先発、中継ぎ、抑えを務めた。 2007年はヤンキース参加 3A で42試合に登板し5勝7敗1セーブ防御率3.00特に左打者に対する左率を1割4分2厘に抑えたことを評価され同年オフメジャー15球団との獲得競争の末に広島東洋カープと契約した2008年はリリーフ投手として 開幕を迎えたが、シーズン途中で先発に転校となった。7月12日、転校後の初登板で、初先発初勝利を記録。最終的に26試合で、防御率4.74の成績を収めた。その後左肘を手術した影響で、同年12月2日に自由契約公示されたが、術後の回復が良好と判断されたため、2009年1月13日に、 広島と再契約した。しかし2009年シーズンはリリーフとして1試合に登板しただけに終わり、同年で広島を退団した。2013年はアトランティックリーグのサマセットパトリオッツとシュガーランドスキーターズでプレーした。2014年も前年に引き続きシュガーランドスキーターズに所属。ありがとうございます。